本日は東京大学経済学部をご卒業された塚原月子様にお話を伺いたいと思います。東京大学に在学する価値や DEI 推進者としてのお考えを伺います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに学生時代のことについてお聞きしたくて、まずその東京大学をどうして目指されたのかっていうところを簡単に以上です、ね、教えていただきたいです、はい、そうですね、まあまあ成績が良かったっていうのはやっぱりきっかけにはなったかなと思うんですね。自分で言うとすごく変かもしれないんですけれども、勉強はまあ好きだったんですよね。それで自然にこう視野に入ってきて、その視野に入ってきた東大を受けるっていうことに関して何にもこうためらわないでいられるような学校の環境はそういう感じだったんですね、うん、女子校だったんですけど、なので本当に自然に行きたいなと思うところが東大だったんですけど、あとはやっぱりその先っていうのをすごくその頃真剣に考えられてたわけではないかもしれないんですけど、やっぱりイメージ、大学のイメージとしてなんだろう、世の中にこう影響力というかインパクトが大きいような仕事を将来できそうな、そういう道が開きやすそうな大学かなと思ったんですね。あとちょっとふざけた理由もあって、私その頃なんかいろいろ少女漫画とかに憧れてるところがあって、乗馬をやってみたかったんですね。なので馬術部があるっていうのも結構魅力的で、まあね、ある大学が多いかもしれないんですけど、東大あるのかなとかって思って見て、あ、あるじゃんって思って、そういうのも後押しになったかなと思いますね。ありがとうございます。ちなみに文系とか理系とか選ぶときに、それは得意とかで選ばれたんですか、進路で。そうですね、経済に行きたかったっていうのが割とあって、なので、経済が本当に文系なのかって今になっては思うんですけど、文2、当時で言うと文2に入るっていう道かなと思ったんですね。なので、文系がすごく好きだったかとかっていう感じではないんですけど、経済にっていうイメージで文系選んでいましたね。ありがとうございます。そうやって東京大学を目指すけど、その中で学習面では、お勉強もお好きだということですし、そこは困難がなかったとは思うんですが、それ以外の学習面以外のところで何か不安だったり障壁みたいなものはありましたか？さっき言ったように学校は割とこうバックアップしてくれる学校だったんですね。別に受験勉強をサポートしてくれるようなところはないんですけど、でも女の子だから例えばこういうのは難しいんじゃないとかそういうことは全然なくて、頑張りなさいって言ってくれる学校だったんですけど、自分の親のことをあんまりあれこれ言うのはあれなんですけど、親はどちらかというともうちょっとこう女の子らしいところに行ってほしいっていうのをちっちゃい時から思ってたみたいで、なので東大受けるのみたいな、将来結婚できるのかしらこの子はみたいなイメージはちょっと持たれていて、障壁になったかっていうとそれまでではないんですけれども、気持ち的にはちょっと気になるところがねありましたけど、ただそういう親も合格していくよって言ったら喜んでくれたので、そこは気持ち晴れやかに留学できたんですけどね。ありがとうございます。では入学後のことをお聞きしたくて、学生時代からキャリアプランとかその将来どういうところに就職してどう働くかみたいなことはお考えになられていましたか？そうですね、すごくちゃんと考えられてた方では残念ながらないかもしれないです。なので私の友達の中では、例えばその経済だと公認会計士の試験を受けるんだって言ってこう早めに準備している子とかもいたんですけれども、あんまりそういう会計士ピンとこないなとか
ね、じゃあ一方で何かこうこういう業界とかこういう会社で必ずこう活躍したいなとかっていう具体的なイメージはあまりなくて、どちらかというとほんわりとあったのは、あの転換かって言ったらちょっと変なんですけど、なんかこう社会 の, あの大きな意味で社会の役に立つような仕事ってなんだろうなってこうぼんやり思うような、そんな感じだったんですね。なのでまあ、3年生ぐらいになってからですけれども、それってあの、まあ、国家公務員当時あの目指してみようかなっていうのを3年生ぐらいになってから思うようになって、で試験にこう取り組むようになったっていう感じですね。その時は一般企業はあまり見られてはいなかった？それはね、見たんですよ。でやっぱり比較はした方がいいかなと思って、いろんなあの商社も行ったし、あの保険会社とか金融銀行も行ったし、製造業も行ったし、結構ねいろんなところ行ってみたんですよ。で、まあ、もしかしたら自分の気持ち、なんかこう知識のなさみたいなことで、あの、ね、あの自分の希望しないところに飛び込んじゃってもよくないなと思って、いろいろ知った上で選んだらいいかなと思って、なので割と民間の一般企業も広くは見たんです。でまあ、あの当時私があの就職活動していた時期は、あの就職氷河期が候補と言われる時期が訪れる少し前だったの で, でバブルはもうね、はじけちゃってたんですけれども、そこまで厳しいわけではなくて、あのいくつか内定いただくこともできてたんですけれども、ただまあ、やっぱりいろんな話を聞いて、どこの企業さんもあの例えばあのこういう世の中にこういうものをあの出していこうと思ってるんだよとか、例えば金融だとやっぱりこう自分たちは経済のこう血液みたいなもんでとかって言って、ね、こんなプロジェクトファイナンスができたり、いろんな話も聞いて、それぞれあいろいろインパクトがある仕事ができるんだなと思ったんですけれども、最終的にはなんかこうマクロの経済に関わることができる方がいいなと思って、やっぱり選んだっていう感じですね。ありがとうございます。それでは、あの、まあ、今でもご友人とつながりがあったりというお話も伺ったんですが、うん、大学生時代にそういった自分のキャリアとかとは別に何かこうサークル活動だったり部活動みたいな、そういうつながりの活動をされていましたか？そうですね、あの実はさっきあの言ったように馬術部っていうのにも入ってみたんですけれども、あまりにも朝が早くて朝4時ぐらいに起きて、であの馬場が三鷹に馬場があって、私あの家がそんなに遠くはなかったんですけど、その三鷹の馬場から一番あの近い道が多摩霊園で抜けていく、墓地を抜けていく道で、朝の4時半ぐらいに墓地を抜けていくみたいな、ちょっとなんか心がなみたいな、折れるなみたいなことが続いて、まあ、結局は長続きしなかったんですけど、それはでもあの逆にその馬術部どうしようかなと思っている頃に、あのまあ語学のあの語学クラスの友達が誘ってくれたサークルで、あのアルティメットっていうなんかフリスビーを使うでなかったサークルを立ち上げるっていうので、あの当時あの上智大学の学生さんたちがやってるところに見習いに行って、ゼロからサークルを立ち上げるから一緒にやんないって言われて、でそのサークルの立ち上げを一緒にやるのと、もう一つやっぱり仲の良かったお友達が、あの茶道やろうよって、私全然茶道興味ないけどと思いながら行ってみたら、なんか雰囲気が良かったんで結局ついてしまって、ずっと大学時代通じてそのアルティメットと茶道のサークルをやってたんですね。この2つのサークルは本当に今でもつながってますね。今あの在学時代のお話をお聞きしてきたんですけれども、あの卒業後のところで一つその起業したというところが大きいのかなと思うんですが、その起業のきっかけみたいなものはどのようなものだったんでしょうか？そうですね、あの起業したのが2018年なので、まあ何年前だ、6年前ですね。でなのであの卒業してからその役所勤めを、まあ、10年弱ぐらいして、その後転職して、私結局転職をしてしまったんですけれども、あの外資系のコンサルティング会社に入ったんですね。でここがまた十数年、12、3年いて、で
そこを今度卒業して、ニューヨークに本部があるカタリストっていう、NPO 法人 の、 日本の支部を立ち上げるっていうので、そこの中の代表みたいな形で卒業したんですけどね。でそのカタリストの仕事っていうのが、女性の活躍推進だとかダイバーシティっていうのを本当1960年代からずっとやってるような、そういう歴史ある機関で、今でもその領域に携わってるんですけど、当面これをこなりわいにしていこうと、日本にどうしても必要なものだしと思ってやるようにしてたんですけれども、ただカタリストっていうのが、海外の NPO で、でいろんなその参助会員の企業に支えられているそういう活動なんですけど、いわゆるグローバル企業って言われるところが会員さんで、日本ヘッドクォーターの企業さんっていうのはあんまり関わりがなかったんですね。で、ダイバーシティとか、女性がもっと活躍するとかって日本の企業が一番できてないことなのに、なんか日本企業のそういうサポートできないっておかしいよねと思って、それでそこをもう本当に自由にその領域でやりたいなっていうことで、カタリストと話をして、カタリストの仕事は私が起業して、自分日本の企業として仕事をする中で受託してやるから、自分のやりたい領域もちょっと増やして仕事させてっていうふうに話をつけて、新しく会社を作ったのが今の会社なんですね。なのでそういう意味では、こうゼロから自分でなんていうのかな、そういう領域を立ち上げたとか、サービスを一から考えたっていう、そういうタイプの企業ではないんですけれども、やっぱりこう起業せずにはなんか達成できないものがあるなっていうふうに思ったっていうところですかね。もともとはそれこそ公務員になる時は、一生公務員だろうなと思ってなってたわけで、転職するとも思ってなかったんですけれども、でご縁があって転職する形になって、そこはコンサルティングで、会社のコンサルティングで、アップアウトって言われるような環境だったりもするので、一生勤めるかどうかもわからないけれども、でも起業するタイプだとは別に思ってはいなかったんですね、自分でも。でもやっぱりなんかこう、やりたいことが見えてきてしまったらっていうので、起業に至ったのかなって思いますね。日本で女性活躍がこうあまり進んでいないっていうのは、それまでのこうキャリアの中でご自身が実感されていたことでもあったんですかね。そうですね、役所時代は私すごく多分感度がそんなに高い方ではなかったからだと思うんですけど、それこそ私が入ったのは運輸省っていうところだったんですけれども、採用された中で同じ、事務官として採用された人は私一人、女性は一人だったんですね。で当時はそれが本当に普通で、同じ役所に2人とか3人目指してる女性がいると、どうせ一人しか入れないからって言って、女性同士の中でお互いに散った方がいいんじゃないとかってやり合うようなのが普通だったような時代だったんですよ。なのでそういう意味では非常に女性は苦労したんですけれども、でもそれでも入ってしまえば別に女性だからって言って何かこう差別されたりするわけでもないし、きっとちゃんと活躍できるんだろうなって当時の私は思ってたんですよね。でも今、振り返って、その今のその国土交通省を務めている人たちを見ると、私から見て もとても優秀だなと思っていた女性の先輩が、思ったような感じでそのキャリアアップしてないなっていうふうに見えたりもするので、きっと何かボトルネックは、構造的なボトルネックはあるんだろうなとか、あと、コンサルティング会社にいた時はそれこそ本当に実力主義だという会社のだと思うので、差別も何もないと思うんですけど、ただ働き方が過酷すぎて、やっぱりなかなか女性は残りづらいっていうのは現実だったのかなと思っていて、やっぱりすごく女性は少数派だったんですよね。で私も
まあ、3人子供がいるんですけれども、コンサルティング会社にいた時に3人子供に恵まれて、で時短で働きますと、なんか 60% ぐらいの時間しか働かないから報酬 60% に削ってもらっていいですよみたいな交渉をして仕事してたんですけど、そうすると昇進ができないっていうふうに言われて、昇進できないで私辞めますわみたいな話をしたら、あの当時そのニューヨークでこう偉いタイトルにいた人が、なんで東京のオフィスはそんな運用してるんだと、あのニューヨークとかボストンでは別にあのパートタイムで仕事しててもパフォーマンスさえ良ければガンガン上に上がっていってるよっていう話をこう海外から言われて、あの、まあ、プロモーションできるようになったんですけど、やっぱりなんていうのかな、こう思い込み、あのこういう働き方とかこういう、スタイルとかじゃないとあの上に上がれないんだよっていう思い込みみたいなのがあって、そのスタイルにはまらないのが、まあ、女性がはまらないケースが、まあ、多かったりするのかなっていう、まあ、の一見差別がなさそうに見える中でも思いますよね。なのでなんかそういう、こう構造的なこう働き方だとか、あとはその今私が仕事している中で日本の企業でよく感じるのは、あのこのなんだろうな、こう、ポジションでこういう仕事をしてもらうためにはこういう能力が必要ですっていうのが、あの誰の目にも明らかに明示されていたら、それのために別に男性だろうと女性だろうと外国人の出身の人だろうとそれに向かって努力をして達成したらそのポジションを取りに行けるはずなんですけど、それがね結構不明確だったりするわけですよ。そうするとなんとなくやれそうなやつだなっていうふうに上の人が目をかける人が上に上がったりだとか、逆に例えば女性活躍だって言って女性を登用した時に、あの人できもしないのに女性だから上がったんじゃないのっていうふうに周りが見たり、そう思われてんじゃないかっていうふうに女性の方が萎縮してしまったりっていうのは、そういうすごい不幸だと思うので、なんかそういう構造的な部分は日本のまだまだ直していかなきゃいけないところで、でそれが直ると、まあ、引いてはなんか女性活躍できるっていうだけじゃなくて、きっと誰にとってもいいことだと思うので、それってなんかこう日本の今ちょっとねこう停滞しているようなその経済活動、企業活動がもっと進化していくきっかけになるのかなというのを思いながら私は今仕事しているんですね。そのご経験もありつつ、やっぱり海外の視点も知ったことでやっぱりビジョンがこう明確になってきたという感じなんですか？そうですね、やっぱり私英語がそんなに得意じゃなかったので、海外出るときはもうすごいビクビクしながら出て、向こうでノイローゼになりそうになった時期とかもあったんですけど、でもやっぱり出ていろんな視点をもらってよかったなって思いますし、今もこれはお金をいただく仕事ではなくて完全にプロボノ活動としてやってるんですけれども、なんか G20 各国の、G20 って枠組みあるじゃないですか。であれのこう民間でこう協調してやるアライアンスがあって、 G20 エンパワーっていう、こう女性 のビジネスサイドの女性のエンパワーメントを図っていこうっていうのの、日本に2人代表がいる、そのうちの1人やってるんですけれども、そうするとやっぱり海外のなんかこう例えばオランダだったりイギリスだったり韓国だったり、いろんなところ のビジネスの代表の女性の人と、まあ、いろいろこうケンケンガクガク議論をして学ぶこともできるし、でやっぱりジェンダーっていう分野だと日本はどうしても、まあ、よく言われるジェンダーギャップ指数とかで、ね、全然こう誇れる立場ではないんですけど、とはいえその海外に向かって発信するときには日本はこんなにダメでなんて言う必要は全然ないので、日本はこんな風に今努力をしていて進化をしようとしていて、それこそビジネスもそうだし、そこにつながるようにそのアカデミア大学だとかその手前の高校中学もいろんなこんな改革してて、だからこんな明るい未来を日本は作ろうとしてるんだよって一生懸命発信しようとしていて、そう外にはそういう発信、ポジティブな発信をして、中の人には辛口に、ね、こんなことを海外から責められちゃうからみんな頑張んなきゃダメなのよとか言ったり二枚舌をしてるんですけれども、そういうこう狭間にいるからこそのなんかこうそういう仕事ができるのかなって思ったりしてます。ありがとうございます。実
際に塚原さんがこう起業して管理職という立場になられてると思うんですけど、その中で何かこう得られたものだったりとか、成長として今実感されていることとか、そういったことがあればお聞かせいただきたいです。そうですね、まあ、今私も自分の会社の代表をする立場なので、やっぱりすごい責任は負うものは大きいなと思うんですけれども、それだけなんていうのかな、こう言われて何か言われてやるっていうことではなくて、能動的に自分がこれ絶対ここに価値があると思ったことに時間もお金も投資ができるっていう、そこはすごくなんていうのかな、こうリーダーシップを取る立場っていうのはいい、そういう意味ではすごくいいなっていうふうに思いますね。なので上に誰かがいてくれた時期っていうのは、何かこう迷ったらどうしましょうってこう振り向くことができて、それはそれですごく安心感もあったんですよね。今ってあんまりそういう誰も後ろ振り向いても誰もいないので、そういうこうちょっとね怖さはあるんですけど、その代わりじゃあ何でもかんでも一人でやってるかっていうとそうでもなくて、立場関係なく相談できる人っていうのは、いろんな人をやっぱり自分の周りにはいてもらうようにしているので、そういう、こうフラットな意見をもらいながら、いざという時に自分で決めるとか、必要があると思ったところに自分でこう乗り込んでいくっていうことができる立場だっていうのはいいことだなと思ってます。ありがとうございます。それではちょっとそして少し大学の方に戻ってくるんですけど、話題が東大を目指す女子を後押しする環境としてはどのようなものをご提案なさいますか、考えられますか。そうですね、この取り組み自体もやっぱりなんかその知られてないことっていっぱいあると思うんですよね。東大ってみたいな、なんかこうメディアみたいなのが作り上げたイメージってあるじゃないですか。で、例えば何にでも答えられる、ね、頭のいい人、記憶力のいい人っていうのも、それもそういう人がいるっていうのもなんか東大の一つの個性かもしれないけれども、なんかこう東大のキャンパス歩いてると、さっきも見えたんですけど、ジャグリングしてる人がいたりいろんな人がいるじゃないですか。そういうものをやっぱりちゃんと発信していくっていうのは一つ、なんか本当に生リアルな東大の魅力っていうのを発信していってほしいなっていうことだとか、あとはやっぱり高校、中学高校とかもっと手前のところから、これは特にその女性に対してですけれども、なんかその東大に対してのこう女性が少なくて入りづらいんじゃないかとか、なんかそういうもし偏見というか色眼鏡みたいなのがあると、それは東大にとってではなくて、その本人にとってのそのオプチュニティがもしかしたら奪われてしまうということだと思うので、そういうなんか色眼鏡のない教育をちゃんとしていくっていうことはすごく大事かなと思いますね。あとは今あまりなんか詳しいことは言っちゃいけないのかもしれないんですけど、東大ってすごく改革をしようとしていると思うんですね、マネジメントの方で。なのでその目指す東大が将来に向けて目指す姿って、すごい進化版、アカデミアの進化版を目指そうとしているなっていうふうに私は感じているんですけれども、なので本当に日本中、世界中にそういう、こうやろうとしていることをちゃんと発信していけるといいなと思いますね。ありがとうございます。その塚原様ご自身はこれまでどのように自分自身と向き合ってこられたのかなっていうのが気になっていて、まあ、背景を説明しますと、今進路に悩んでいる高校生だったり、私たち大学生の中には、なんか自分がやってみたいことと好きなことっていうのと、社会がおそらく必要としていること、あるいはまあいわゆるお金になることにとのズレに悩む人たち、人や自分の価値っていうのが、どうしてもそんな20年もそこそこしか生きてないので分からない
その中で進路選択を迫られてるっていう人もたくさんいると思うんですけど、そういったすごいジレンマというか的な悩みを抱える人に対して、塚原様ご自身がどのようなお言葉をおかけになるのかっていうのをぜひお聞きしたいです。そうですね、私も自分が何が得意なのかとか、自分の価値ってじゃあ例えば就職する時点で完全に分かっていたかっていうと、全然そんなことはないんですよね。 でもだから例えば不満があって転職しちゃったっていう、そういうことでもなくて、やっぱり運輸省国交省で過ごした9年間、足掛け9年間なんですけれども、今になってもすごく価値があると思っていて、なんかこう過ごしてきた経験で大事にちゃんと過ごしていたら、後で完全に回収しに行けるような気がしていて、経験自体もそうだし、あと人、そこで会った人っていうのもそうなんですね。で、例えば、私が今やってる仕事って、その企業に対して、特にその、ダイバーシティっていう領域で、なんかどうやって女性増やしますかとかっていうことだけではなくて、企業のこう経営戦略の中で女性だ、性別だったり国籍だったり、いろんな多様性を本当に取り込むことっていうのが、どうその企業にとってその戦略的に役に立つのかっていう、そこのところをこう構築してあげるっていう仕事なんですけれども、そうすると直前にやっていたその経営コンサルティングの仕事っていうのは、完全にそこに、入れ込まれる、知識経験としては入れ込まれることなんですね。で、あとは社業はそういうことなんですけれども、さっき言ったようにプロボノでお金は全然いただかない、ボランティアみたいな形なんですけれども、結構自分のリソースを投入する形でその G20 エンパワーっていう仕事をしていて、でそれは政府から頼まれてやってるんですね。政府から頼まれてる割にお金もらえない、なんでだろうっていう感じなんですけど、それは置いといて、でそれって自分の時間をこう投資するっていう意味では、こう吐き出してるんですけど、でもすごい学びにもなる、で仕事ももちろん足しにもなるっていう意味で、素晴らしい経験だなと思うんですけれども、その政府とのつながりってやっぱすごい遡って、もともと役所時代に培ったものっていうのはすごく大きいなと思うんですね。でそこで辞めちゃってはいるんですけど、その変な辞め方はしてないので、信頼を損なうようなこともしてないしっていうことで、ちゃんと声かけてもらったのかなと思うので、なんかその大切にこう、その時これ私はこれをにちゃんと取り組むんだっていうことをきちっきちっとやっていけば、必ずこう点と点がつながって、なんか大きなちゃんとこう価値を生むようになるのかなっていうふうに思うんですね。なので今やってることを昔からこう思い描くことができて、そこにピッと一直線で来てるわけではないんですけれども、なんかこういい積み重ねで、で気づいた時にちょっとこう軌道修正をしたりして、で軌道修正する時も全部自分で決めてこられてるわけではないので、人から意見をもらったりしてるんですけど、その意見をくれる人、自分の身の回りにいる人っていうのも、実はその大学時代に培ったその人脈だったり友達だったりっていうのの声がすごく大きいので、そういうのにちゃんと耳を傾けてやっていけるといいのかなとは思うんですね。であともう一つ、そのやるべきこと、やりたいことっていうのが例えば社会にとっても大事なことだと思うけど、それがお金を生むことにはつながらないかもっていうのも本当にその通りで、いろんなその社会課題に取り組もうとする、動きって今いろいろあると思うんですけど、そういうものの多くは結構そのお金にならないことだったりもするので、悩ましいと思うんですね。でなんか2つやり方はあるかなと思っていて、例えば私が今やってることって、その片やその G20 のその仕事って、自分の社業がなかったらできないかもしれない、そんな悠長なことをやってられない、なので自分でちゃんとお金稼いでるので、一方でなので、時間を捻出して、そっちは全然お金もらわなくても、例えば出張行ったりするのでも自費だったりするんですけど、そういうのも
やろうと思えばできるっていう、まあ、個人として辻褄が合うような形で活動する。でもそれは本当は正しくないのかもしれなくって、そういう社会的な活動も一定程度のその経済性を本当は持たせる必要があって、そういう経済性を持たせるようなそのビジネスモデルっていうのかな、そういうものっていうのを新しく考えついていくことができると本当はいいのかなと思うんですね。そういうエコシステムだったり大儲けする必要はないかもしれないけれども、正しいことをやろうとした時のその価値を経済価値に換算してお金をそこにこう引っ張っていくようなメカニズムっていうのをなんだろうな、その心と頭のある人がちゃんと作っていくっていうのも大事かなと思うので、ぜひ東大に来る人とか東大出る人にはそういうことにも取り組んでもらえたらいいなと思いますね。ありがとうございます。大学時代のつながりが今に生きてるっていう話もあったと思うんですけれども、塚原様がすごく思う東京大学に在学する価値っていうのは何だと思われますか？やっぱりいろんな意味で努力を重ねてきてくる人が多いと思うんですね。で、そういうどういうそのタイミングでどれぐらいの努力なのかちょっと分かんないですけど、人によって。でも何らかそういうものを乗り越えてきた人って芯が強いというか、なので大学を出ていろんな方面で活躍している人が友達にたくさんいますけれども、例えば私経済学部なんですけど、経済出ても経済分野に行くとは限らなくてもいろんな分野にいるんですよ。でもそれでもみんな本当にこうパッションを持って頑張ってる人がすごく多いんですね。そういう人とこの4年間だったり6年間だったり工作しながら、しかもなんかこう社会人ではなくて学生の時期ってやっぱり純粋なので、あんまり損得感情とかもなくてこう本当に混じり合えるっていうのがものすごい価値だと思いますね。あとは本当に今東大が、まあ、将来に向けて大学として改革をしようとしているっていうことなんですけれども、その目指す姿をなんていうのかな、ちょっとこう横目で見ている立場としては素晴らしい姿を展望していると思うので、新しいなんかこうなんていうのかな、アカデミアの価値っていうのをこれから東大が作っていってくれるのかなと思うので、そこにそういう場に来ることってきっと価値があるよっていうふうに私は思います、うん、ありがとうございます。今の話にもつながるんですけれども、最後に女子高生だったり現役東大生にメッセージを一言お願いします。ものすごく可能性があると思います。で、なので今信じることに向けて貪欲に取り組んでってほしいなっていうふうに思います。で、そうですね、それをなんかそういうのが世代をこう超えて、今大学生の人高校生の人はもちろんなんですけど、その人たちがこう輝いてくれるっていうのがまたさらに次の世代にも行くだろうなと思うので、私も娘が今10歳の娘がいるんですけど、娘がねまた10年後とかに東大に入るかどうかわからないですけれども、そういう頑張ってる女性たちをの後を追いかけてくれるような風になったらいいなと思うので、今の高校生とか東大生には自分の夢をこう追いかけてほしいなって思います。ありがとうございます。